ボビーカヤックを車に乗せてみようと思います。このカヤック結構重いんで一人じゃなかなか難しいんですけど、このカヤックリフターっていうのを使えば一人でも乗せることができます。これをまず左右どちらでも構いません。右でも左でも。これを装着します。これを取り付けることによって車の右側左側面部からですねカヤックを乗せることができます。この上に2本だけだとまず後ろからじゃまず不可能です。この辺に全部当たります。カヤックが当たって乗せることができません。ですのでまず側面から乗せます。でこれは一応外します。これはあっても正直これをほとんど使わないですね。まずこれを持ち上げます。でここに乗せます。乗せた後、これなんていう名前かちょっとわかんないですけど、これだいたいいくらかな、5000円ぐらいでネットで買いました。でカヤックを地面にないようについてしまってるんですけど、よいしょ、おー重たい。カヤックをまず舵のついてる方が後ろの方がいいです。でできればカヤックの前を車の後方部へつけます。毎回この竿を入れる箇所部分ですね、ここを蓋をしておかないとゴムがこのバーと接触してちぎれます。でなかなか入りにくい。で前方の2箇所はもう破けました。破けてもない状態ですね。で車に乗ったらこのアダプターのところへ寄せます。でこちら側にもアダプターをつけるんですが、
このアダプターをこちらにもつけます。初め外していた理由としては乗せる際にですね、これが邪魔になって早く非常に乗せにくいっていうのがあります。なので初めは外しておきました。できっちり締めて、後ろ側も同じように取り付けます。おそらくこのカヤック大体30キロちょっとあるので、一人でこのバーなしで持ち上げるのはちょっとまず無理だと思います。かなり力持ちの方であればできると思うんですけど、まず一般の人ではまず不可能近いと思います。で、閉まったら紐を締めて、この商品だったかな、これを買った時にこの紐が一緒についてます。大体4メーターぐらいあるかな、別に 3メーターかな、分かんないけど、これを乗せます。で、気をつけないといけないところはここの紐なんですかね、これをひっくり返らないように確認します。側も見て、でこの下を通してまたこの紐を投げます。届かなかった。紐の状態を見て、でよかったらいつもはここに薄いゴムを挟んでます。この方が滑らないかなと思っていつもやってますが、今日はちょっと省きます。で、あとはもうこれを下に引っ張るだけ。これでもう後ろ側は完了です。で、あとは前側を締めるだけで、今のところ一度もずれたり落ちたりしたこともないし、紐が緩んだこともありません。で、車を揺すっても今後ろだけつけてますけど、結構しっかりついてます。で、これをちょっと外していきましょう。外すのは、今先の逆をすればすぐ外れます。で、あとはすときも、
これついてても、つけてても、外してもどっちでも構わないんですけど、僕はちょっと外してやってます。なぜかというと、やっぱりカヤックの乗せるときにですね、これがつっかえてちょっと、カヤック落ちたらちょっと怖いんで、これを先に外してます。できればあの火事がある方をどういえばいいかな、後ろにしてこっちを先に下ろした方が見やすいですっていうのが、これを下ろすときに、これを下ろしたときに地面との地面に体重がすごいかかるんで、この先端にですね、落としたときに価値がある方が前にあると、やっぱり価値が壊れたらまずいんで、これをこのままスライドさせて下ろします。まあ、こういう状態です。手を離すとちょっとずれてくるかもしれないんで、持って落ちては来ないですけどね。で、これをこの辺に置いて中に入ります。で、このまま下ろします。ちょっと重いですけど、カジを傷つけないように乗せます。これで乗りました。ここをあの軸として落とすと、本当にこれが壊れたらもう使い物にならないんで、これはできれば後で下ろした方が、後ろ側ですね、下ろした方がいいと思います。だいたい10分ぐらいかな、時計持ってないんであれですけど、簡単に乗せることができました。走るときはこれを締めて、ホビーカヤック結構重いですけどね、簡単に運ぶことができます。